ちょっと今のこのね、大口先生が言った政権交代の兆しが見えたと、これは政府としての公式な見解なんですが、政権交代の兆しが見えた結果、株価が上がった、それも安倍政権、現政権の成果であるというのは、政府の公式な見解なんでしょうか。勝手に安倍総理が言っているだけなのでしょうか。総理が答弁されている通りでと考えておりますが、総理が答弁されております。平成27年に政権交代が見え始めたということで、総理が答弁されております。それいつの答弁ですか。ということは、その兆しが見え始めた時も、もう自民党政権にカウントするという意味ですね。いや、早いですね。政権交代前から自民党政権なんですよね。平成26年10月3日衆議院予算委員会、当時のその先ほど答弁されたプラス25兆円というのが、その当時のその累積収益額の、直近その時点で公表された直近までの累積収益額を合計したものだと主張しておりまして、そのプラス25兆円というのがどこから始まっているかというと、平成24年度の第三四半期からという視点であるという、そうすると26年の10月からすでに安倍総理はこのつまり2012年の10月からの収益の上がりは俺のもんだと先生話し続けてきた、こういうことですね。答弁ではそのようになったと思います。いいのはね、自分、悪いのは民主党と、せこすぎますわな。だって期間は12月26日たった6日ぐらいしかないわけで、それを自分の政権だとカウントしてるっていうのはまさにちょっと変だと思います。12月26日ってことはね、市場閉まるみたいな、そう、どんどん多分曜日見ないと分かんないけど1日か2日でしょう。その運用の株式とかその投資の割合というのはもっと大きい国もあるんですが、そもそもこの GPIF の持っている積立金の金額が大きいですし、このような大きい、その投資家がですね、しかも半分を株式に入れるということを決めてここまでやってきて、今日出していただいた運用状況を見ますと、これまで44兆円儲けたんだっていう、どういう自慢なのかよく分かりませんが、結局リスクもあるわけで、実際この平成30年度第3四半期マイナス 14.8 と、これだけ大きな金額を市場に投資していて、そしてこのマイナスの大きさ、これはリスクが顕在化した、我々もずっと言ってきてるわけですが、リスクが顕在化している。でこれはですね、世界的な経済の動向、6年周期と言われておりますが、これも終わって、そしていろんなリスクが顕在化する中で、今回のこの直近のマイナス 14.8 っていうのは、結構これを見て今後のリスクの増大に、本当に責任を持ってらっしゃる立場であればですね、相当危機感を覚えるのが私は普通ではないかというふうに思うんですけれども、短期的にですね、ご指摘の通り運用収益の短期的なブレの幅は株式の割合が増えることによって大きくなりますけれども、ただ長期的にはやはりその年金財政上必要な運用利回りを確保するという点では、こういった株式のメリットを見て手を増やしたポジションは適正であるというふうに考えていることです。いやだけど額が大きすぎますよね。こんなに大きなその国民の年金資産を、その株式というリスク、ハイリスク、ハイリターンですよね、いわば今のご説明、簡単に言うと、ハイリスク、ハイリターンの部分を増やしているわけですよ。で、実際にこのリスクの部分が顕在化したマイナス 14.8 ですよね。もっと大きく出る場合もあるんですよ。だこのマイナス 14.8 っていうことを深刻に捉えなきゃいけないと思いますし、こんなに大きな金額を
国民の財産を株式に投入しているというのはいっぱいないんですよね。金額ですよ。割合はもっと株式にその年金資金を入れている国もありますよ。でも金額が大きすぎるんですよ、市場に占める金額が。これだって、マイナスにもっと大きなマイナスが出た時もだからといって引き上げられないわけで、どうするのっていうのが、まあ、これは顕在化した数字だと思うんですよ、マイナス14で。金額についてはどうなんですか。いや、確かにおっしゃる通り、金額は社内の運用資産の規模が大きいですので、そうですね、それによってやはりその短期的な変動の幅もやっぱり大きくなるということはございますが、繰り返しですけれども、まあ、年金積立金の運用は長期の運用ということでやっておりますので、まあ、その意味では確かに短期的な変動は大きくなる局面もあるかと思いますが、長期運用ですね。長期というんで、長期というからこそこの、まあ、数年、3年、4年で勝った負けたということを、なおさら強調するような類のものじゃないですよね。でそれを総理が、わざわざ民主党政権の時より自分の時になった10倍運用益が出たとか、そもそも運用の世界そういうもんじゃないですよね。でしかもかつこの数年かかるものではないということだけではなくて、こんなことしたらじゃあ次の政権が、いや安倍政権の時よりもっと私たちは稼ぎましたということで、おかしな運用競争みたいな形になって。